はい、皆さんこんにちは、久保井壮です。今日はトータルプレイズ、今ちょっと練習したんでやりたいと思います。前回までがこの B フラットマイナーで、裏コードいって6度のセブンスから2度マイナー行くんだけど、まあ今回オンフィフス、なんだ、 E フラットマイナーオンB フラット行ってますね。これすごいっすね。これがまあ E フラットマイナーオン B フラットで、でセブンスの音が入りますね。途中から。これですよね、すごいの。まあ、これ次の小説なんですけど、まずここ、まあこれパクりたいなっていうのありますけど、おっと、Aフラットセブンス。これもうちょっと聞き取りづらいですけど、僕の耳では、なんだ、1、5、セブンス弾いてますね。で次がセブンスの音をオクターブでいってると思うんですけど、で次 F いって、なんでコード的には A フラットセブン、で A フラットセブン、オン B、 G フラット、これがセブンスになって、これはまあ D フラットオン F ですね、3度ですね、 D フラット1度メジャーのオンサードですね。ここはこう多分ストライドピアノみたいになってますね。セブンスで3度と、まあこれかっこいいですね。まあこんな、なんつうの、サイクルオブフィフスで、ジャズのフレーズでもね、みたいなのありますけど、その一環っすよね、要はね。これね、なんですけど、この5度から3度、1度、行って、4度、行く、まあ、言ったら5、1、4っていくコード進行の曲が見当たらなくて、僕のレベルでは。なんで誰か知ってる人いたら教えてくださいって感じなんですけど、だからちょっといまいち使い道がないんですけど、この部分けどどう考えてもこれかっこいいんで使いたいなって思います。とりあえずこの曲でトータルブレーズで使ってみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。